戻ってこないと思ったらこんなことを。とっとと来るでちゅ。レイさんがもうお帰りになるようでちゅね。今日出る輸送機で本社に戻られるようでちゅ。見送りはしないのでちゅか。そろそろ輸送機が出発する時間でちゅね。そういえばこれ、出すの忘れてました。ちゅね、あと20分ぐらいでちょうか。私はこれからメンテナンスルームの納品書を出しに行かなければなりませんでちゅ。ということで所長が出しに行ってくだちゃい。私にしても珍しいミスでちゅね。でも所長は先月だけで7個もミス落ちて、それで私の残業時間が15時間も増えたでちゅ。お願いしまちゅ。
ていました。でもお聞きすることができませんでした。レイさんと所長の話聞いてもよろしいでしょうか。それをやったのが所長だと言われてまちゅが、それは本当なのでしょうか。それで、デチュカ、レイさんが所長を恨んでいるのは。でも、それは逃げたわけではなくて。こんにちは。
はようございます。よろしくね。男の人って多分そうなんだよね。女の子にとっては特別なことでも、男の人にとってはいいよ。謝られると余計惨めで辛くなるしさ。気にしないでよ。私は気にしてないよ。だってしょうがないことだもんね。ベッドで水着、このギャップがドキドキしない？辛くなるから。あなたは私のことを覚えてないんだから。ずっとそれこそ何十年も何百年も私はあなたのことを忘れなかったのにね。やっと会えたのにね。あまりシャレが通じないのかな。半分正解。やった。それじゃ、後ほど。
名前は朝霧和沙。身長142センチ、体重3サイズは秘密よ。まあ、あとあとわかるでしょう。何それ。